皆さんこんばんは、 MK です。マリオラビッツギャラクシーバトルレイマンインザファントムショーパート4やっていきましょう。前回まででサブクエストを結構進めたということで、今回は本編の方やっていきましょうか。西部劇セットへ向かおうと左上書いてありますが、多分ここですよね。果たして西部劇セットでは何が起こるのか楽しみだという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして今入ってから気がついたけど、そういえば体力とか全然ないんでした。前回のゴールエリアへたどり着けて結構消耗しちゃってるんですよね。回復が直前にあるといいですけど、そういうわけでもなさそうだ。おっと、これはなんだ。え、パンチのマークがそれぞれのラビッツの板についてあるので、多分レイマンでパンチしろってことだよね。さあ舞台についてご説明しよう。ここはスッポンハンドマクマーディの物語。愛と悲劇と吹っ飛ぶトイレが売りの復讐劇だ。どういうこと？吹っ飛ぶトイレ、理解してくれたまえよ。観客が望むものを見せるのがわしの仕事なのだ。たとえそれがトイレでもな。観客が望んでるのかそれって。まあラビッツって確かにトイレとか好きそうですけどね。お、ラビッツマリオが燃えておりますよ。こういうの好き。こりゃ俺様にぴったりの舞台じゃないか。 それと一つ、このセットにいる役者たちはダークメスに乗っ取られている。気をつけたまえよ。え、どういうこと？ダークメスってなんでこんなところにあるんだ？そういえば、お、あれ今もびっくりしている。ちょっとちょっと、そうだよ。ねえ、ダークメス、え、それをファントムが操作してるってこと？そういうわけでもないのか。そこに悪党が描かれた板があるだろう。あれにパンチを食らわせてぶち破るのだ。なるべくド派手に頼むぞ。全然話聞いてないや。涙のクライマックスは敵対勢力のガンナー、ブレロッティたちのバトルシーンだ。ブレロッティ、なんか初めて聞く敵の名前ですけども、叫ぶときは3カメの方を意識するように。それではアクション。急に始まるな。ダークメスについて何も教えてくれないってことは、やっぱりあいつ敵なんじゃないのか。ダークメスを操作してレイマンたちをどうにかしようとしてるとか、そういう話？わかんないけど、とりあえずあそこにメモリーがあるから回収したいな。そっち行けないか。どうにかしてあそこ行きたいけども、まあとりあえずこっち行く。お、これはこのサボテンとかは、壊せるわけではないと。手前のこの撮影レーンみたいなところは気にしなくていいんですね。盗賊の連中なんて大したことないよ。さっさとぶっ飛ばしてやって。思いっきり劇の中に入っちゃってるわ。そしたら、はい、こいつ、ちょ、あ、結構むずいな。ための方がいいな。ためで、はい、タイミングを見計らって割っていく。で、今度はこっちか。あ、手前も行ける？あ、行けるわけではないのか。うん、盗賊のパネルがくるくる回っているだけでした。じゃあ全部これ壊していくよ。すべての悪役のボードにパンチしようと。あと3個。え、これ動かせたりする？特に動かせたりとかではないのか。 ZR とかも関係ないですね。カメラが動かせんのかと思っちゃったわ。で、盗賊だって銀行が襲われたりしないよね。お金を預けてきたばっかなんだ。確かにそれはちょっと重大な問題ですね。お金預けた瞬間に銀行が襲われたら自分のお金が返ってこない可能性がありますから。はい、ということで、おっと、そこにプラネットコインとあれがあるよ。なんだったっけ、スターピース。四角のブロックがどこかにあるはずですけども、どうやってやるの？お、ここ壊せんのか。はい、ということで、あと盗賊は1体だけ。あそこだけど、これさ、倒しちゃったらさ、ストーリーが進んじゃう可能性があるから、とりあえず無視してこっち行ってもいい？あ、降りれない。ちょっと待って、この下降りたいんだけど。あ、中入るんじゃないのこれで。こうして違うな。え、どうするんだ。下にメモリーがあるんですよ。あれをなんとか入手したいけど、こっち左側に進めば何かある。あー、鍵みたいなのがあるけど、まあとりあえずじゃあ壊しちゃうか。そうしないとなんか進まなそうですね。ということで、こちらでジャンプして、はい、 A ボタンぐるぐる貯めてパンチしていく。どうだ、全部の悪役ボードパンチしたよ。下にメモリーがあったから、それを取らせてくれ。あ、四角のあれだな、入れるところも下にあるな。おっと、そして出てきたな。あんたがここのボスか。ラビッツマリオが先頭を切っておりますが、もう戦い？細っこい腕だな。すっぽん一つ持てやしね。かかってこいよ、このふわふわワンコ野郎。言うな。うん、確かに。3カメを意識して、ラビッツマリオ。3カメどこにあるか全然わかんないけど。お、こいつは無口だな。で、ラビッツマリオと睨み合っている。戦いが始まるか？え、早打ちとかだったら、ちょっと、ラビッツマリオ銃とか持ってないよ。セリフ忘れちまった。
大丈夫？え、待って、これさ、攻撃する前にやっぱこっち行きたいよね。誰かいる。話だけでも聞かして。ブレロッティだ。川でカヌーをしちゃダメって言われた仕返しに来たんだな。どういうこと？川でカヌーをしちゃダメ？全然わかんねえんだよな、笑いのツボが。結構アメリカンジョークで、なんかあんまり日本人が笑えるような感覚になってないんだよな、いつも。で、下は？え、どうやって行くの、そこ。ちょっと待って。下通れるようになったのはいいんだけど、え、そっちへの行き方がわかんないよ。ブレロッティ倒しちゃっていいのか？それとも、え、さらに奥になんかある？なんかあるなら、先に倒しちゃうけど、え、いいのかな？じゃあ行っちゃうかんね。よし、じゃあとりあえず倒そう、ブレロッティ。はい、パンチで先頭入っていく。あ、奥にもなんかありそうだったね。だったら大丈夫だ。あとはそのブレロッティっていうのがどういう性能かによりますよね。はい、3体の悪党ブレロッティを倒せ。3体もいんのか。1体だけだと思ったわ。びっくりした。ファントム登場。さあ、お待ちかねのクライマックスだ。え、クライマックスなの？それは困るな。あの奥も行きたいんだけど、こちらはブレロッティ。この舞台にお似合いの役者だろう。まあ確かに西部劇っぽい見た目ではありますよね。台本によると悪党を3体倒せば終わりのようだ。いささか筋書きが単純すぎる気もするな。まあ言うてもね、西部劇だからこういうシンプルな方がいいんですよ。ブレロッティは目立ちたがり屋だ。すぐに反撃してくる上にウィンドの攻撃で吹っ飛ばそうとしてくるぞ。それは強くねえか。すぐに反撃？え、ちょっと遠くからの反撃は避けてもらいたいところですけど、まあごちゃごちゃ言ってもしょうがないと。よし、じゃあまずはチームメニューで、あ、スキルツリー。あ、でも振れるだけ振る？ちょっと待てよ、これどうすっかな。フック&ジャンプとかは今いらないね。グライドブーストももう外しちゃっていいと思う。これ前回移動だったからつけてたけど。で、ロケットさ、ファイヤの効果、ロケットガード数アップ。これもあんま強くねえな。ロケットのさ、飛距離が上がるとか時間が増えるとかそういうのだったら欲しいんですけど、あんま強くねえな。アイテムスティール、ボルテックス、ブラウスター、バウンスアップ。うわ、どうすかな。 HP じゃない？これ HP に1個振って、あとはヒーリングボーナスに振れておけば、とりあえずラビッツピーチの回復が入るから、ちょっとここで振っちゃっていいっすか。で、ラビッツピーチもこれヒーリングボーナス、いや、HP アップに振りましょう。で、ラビッツマリオも移動を消して、あー、でもラビッツマリオは攻撃でもいいかもな。よし、これでいこう。あ、スパークスどうする？待てよ、ゴールドプリズムがあんのか。レイマンを、あ、レイマンにあれがないのか、スパークスのランは。じゃあラビッツピーチのところで、はい、ゴールドプリズムを使って、まあそうだな、何か次、うん、なんか、なんだったっけ、これスキルプリズムか、スキルプリズムもらったらそっちは解禁したいと思います。そしてセルフィーのレベルアップは今はできないか、レベルマックスですね。特に強いのも他にはないし、これでいいか。いやね、ラビッツマリオのフロストクエイカは正直どうかと思うんだよな。これリジェネバルーンをさ、誰かにつけ、いやー、でも、あー、これサマナの方がいいっしょ。これサマナにするわ。で、ラビッツピーチももう悪いけどサマナにするね。ストンパ、いや、ドクーザが強えな。やっぱりドクーザサマナにして、ラビッツマリオのもう片方も、もうこれ悪いけどサマナにしますわ。で、レベルアップ。はい、スターピースがまだまだありますので、レベル2までとりあえずドクーザサマナアップ。で、クロウサマナがめちゃくちゃ強いんで、これをうまく使っていきたい。で、パチーノサマナも遠くから攻撃できるから、はい、こちらもつけまして、よし、こんなもんだな。セルフィーの方がさすがにね、サマナ系よりは強いと思うので、セルフィー優先ではございますと。で、ラビッツピーチでとりあえず回復入れる。からの、これさ、前気味でさ、こいつを出した方が、セルフサービスを出した方が、セルフサービス自体も移動範囲が広がるっしょ。オッケー。あ、これ入れる。来た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 。で、一応回復また全体に入れといて、からの、待てよ。ここ結構大事。セルフィ、これさ、ラビッツ、あ、レイマンとかは直接土管入れないか。土管入るとどこ行ける？あ、裏行けるな。裏に行って、あー、階段登って、ここ移動したいね。ここまでは、あー、ギリギリ無理か。だとすると、これ、ブーストブーツ、使っちゃってもいいような気がするな。使うわ。ブーストブーツ使って、
ここの土管に入ります。でセルフィーも土管入れるから、セルフィーからチームジャンプすれば多分そこの輪っかいけるよね。4ターン以内でしょ、金トロフィーが。オッケー、いける。セルフィーこっち連れてきて、ギリッギリでチームジャンプして、ちょっと待て、これさ、上行ったとこでどうするか問題があるんだけど、ブラスターで攻撃するよりも多分ね、あのロケットで蹴散らした方がいいと思うの、周りを。でこいつらロケットでパンパンパンっていけたら超でかいから、それを狙いましょう。なので、はい、まずはこの辺りで引っ掛けるからの、はい、ここ引っ掛けるで、なるべく前出て完璧です。ここから、ただその反撃っていうのがさ、ロケットでも食らうかどうかだよな。まあでもやるしかねえわ。一回試してみよう。ちょっと待って、ギリギリまで前出ようか。ここだな。ここでロケットライド行きます。で多分ね、あの炎とか当たっちゃうとダメだから、あの樽は避けますよ。はい、これで樽を避けつつ、あ、上上がれない、これ。あ、OKOK、上がれるけど、うわちょっとミスったな。でこう来て、はい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 、フィールド外ダメージ入れてえな。フィールド外ダメージ、 OK ナイス。まあこんなもんでしょう。でこれでもうレイマンが何もできないので、一旦壁裏で待機かな。ここにいればまあダメージを受けることもないでしょう。ストゥーチとかも近くにもいるけど、まあこっちまでは多分来れないよな。よし、 OK。 でラビッツマリオチームジャンプ、落ちたあいつら攻撃してえな。だとするとさまな、待てよ、思いっきり前出てパッチーノ出すか、それとも、いやね、今ラビッツマリオだけはめちゃくちゃ体力あんのよ。だからそれをうまく使いたい。ラビッツピーチ、あー、ただこれラビッツピーチを一回さ、土管確定させた方がいいな。だからここギリギリだな。ここぐらいまで移動して、はい、土管行けて、かつ、ラビッツマリオのチームジャンプ内に入ってるよね。あれ、ちょ、待って、入ってるよね、ラビッツマリオ。来たー。で待て、その前の土管はそこ、はい、前の土管までは無理かな。でもやるしかねえな。はい、ラビッツマリオで前目に出ますけど無理だった。あー、だとしたらオッケーオッケーオッケー、こっちの土管でとりあえずリカバリーで上上がって、うわー、ここは一回待機かな。でラビッツピーチもこっち入って、ラビッツピーチはもうこのターン攻撃できないから、どっちみちここで待機でしょ。でセルフィーが攻撃できるんだけど、だ、あー、そいついけるね。オッケー、じゃあトリプルアーチ打っちゃってください。ストゥージでもね、倒しといた方がいいからね。でラビッツマリオがね、パッチーノ出せるから、とりあえずパッチーノ出しますわ。で、あのバレロッティを攻撃してくれるんだったら超でかい。どこで待機するつもりだ、それ。あた、オッケーナイス。まあまあまあ、それでもいいや、ストゥージー倒してくれたんだったら十分でございます。でもう誰もチームジャンプできないので、サマナをここで出してもしょうがないし、ターン終了でいいでしょう。でこいつがオッケー、上登る。うわー、これクールタイマーあればもう一回ロケットができるんだけど、ロケットがやたら強いんだよね。やっぱりフィールド外ダメージ稼げるからさ、うわ、一体だけで狙った方が良かったかもな。オッケー、50% で外していく。で、見えへんが上行って、こいつはバリアを展開してくるから、それが厄介なんだよね。バリア、考えるんだったら見えへんを先に攻撃するべきだったか。いや、でも無理だったな。パッチーノに託すしかなかったし、どうせ。よして、こいつがオッケー、レイマン攻撃してくるけど、なんともない。バリアついてるやつは構ってらんないから、あ、セルフィーがここでやられるけど、まあ逆にいいか。そうですね。セルフィーはちょっと有効ターンを稼ぎたいので、うん、やられてもいいでしょう。で、プレイヤーターンがやってきて、パッチーノが、オッケー、ナイス!いい。パッチーノがなんか思ったよりも活躍してくれてる。で、ラビッツマリオを、そのこいつの近くまで持ってきたいのよ。ブレロッティだ、バレロッティだと思ってたわ。チームジャンプ届くよね、それ。いや、届くと思うけどな。はい、これでまっすぐ行って、オッケー。でこれさ、体力落ち着け、サマナ出すか、カウンターブロー行くかなんだけど、カウンターブローでも倒せるのか。あ、大前提これでいけるな。待てよ、だとすると落ち着け、ラビッツピーチを一回引っ込めて、ラビッツマリオさ、スライディング込みで倒せるのよ。はい、スライディングしたら、これでいけるな。よし、確定。で、下のやつもなんか攻撃範囲に入ってくれてるから、あ、このさ、スプラッシュ食らいたくねえな。できれば。スプラッシュ食らわなくても下のやつ入るよね。オッケー。よし、じゃあこれでまずは、はい、
ブレロッティ1体倒しました。残り2体でしょ。あーこっからどうすっかな。あーこれさ、サマナ出してさ向こう行かせるか、あり。よし、じゃあタイガークロー出してこれ降りて土管通ってくれればだいぶいい。よし、ナイス。うわそっちか、そっち。まあ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 いっか、それでもいいや。はい、タイガークローにそこ倒してもらいます。でラビッツピーチが、うわチームジャンプができなくなったからこっから攻撃するしかない。レイマンは、あーレイマンどうしよう。これさボルテックスの方があんまり強くねえんだよな、いつもこの寄せるやつってさ。いやーこれストゥージ3体寄せたってしょうがないよ、バリアついてるし。待って、今さブレロッティ、あー全員バリアついてんのか。あーだとすると寄せるか、一回使わなくてもしゃあねえし寄せますか。はい、じゃあボルテックスプルーで、はいストゥージ、おーっと寄ってくんねえのか君たち。あー寄ってくれると思ってた、ミスった。じゃあこうしてブラスターでまあバウンスつけて倒すしかないですよね。で次のターンで土管通れるようになるからそっち側行けるんで、それでなんとかしましょう。はい、バウンスで倒します。倒したよね。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。いや本当はちょっと回復させてあげてんだけど無理なんだよなこのターンはな。でうーわこれ攻撃できねえかどこも。ドクーザ出したとてか、いやドクーザここで出せばワンチャンあるな。よしドクーザちょっと土管通ってなんとかしてもらおう。はい土管を通ってそっち行く。どうするつもり、どうするつもり。ああ君を倒すのね。まあまあまあいいいいでしょういいでしょう。でうわーあいつ攻撃できねえもんな、届いてねえんだよ。これさこっちの土管通ったとこでしゃあないもんな、いけないもんね。いやだとしたらもう待機だな、この裏で待機してなんとかしよう。よしじゃあターン終了。うわこれ4ターンしかないの、振動倒せるか残り2ターンでこいつら。うわっとあぶーね、こいつの攻撃ちょっと待って、当たるな。あぶーね、なんとかこれで、待って崖が壊れてるからもう当たるな。うーんまあ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 、まあ、ラビッツマリオなら大丈夫で、はいストーンパレってここ降りて、どこをどうするつもり。ああ大丈夫だ、特に攻撃はしてこない。でこいつはラビッツマリオの近くまで来てるけどオッケー、攻撃は当たらない。でああドクーザ食らってるけど耐えてるから大丈夫。よしいいよ。うわブラックホール出んのは聞いてねえわ。ああ待って、ブラックホール出るんだったら意味ねえやこれ。うわー待って、ブラックホール出るんだったらこれ他の敵攻撃してる暇ないぞ。ドクーザ他の敵攻撃してる暇ない、もう直で行くしかねえわ。マジか、待て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 よ待てよ。ラビッツマリオが向こう行けるんだよ、なんだけど届いてないんだ多分。チームジャンプしないと届かないんだパンチが。だからラビッツマリオをチームジャンプさせるためにラビッツピーチを、あここいればなんとかなるか、ここいればラビッツピーチチームジャンプ、オッケー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 。ラビッツマリオ下降りて、でラビッツピーチをチームジャンプさせて、はいこっちまで連れてくる、そうすればいいんだな。でラビッツピーチをオッケー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 、なんとかなるんじゃないのか。こいつら今無防備だから、ちょっとレイマンのあの役が全くないんですけども、カウンターブローもあるんですよラビッツマリオが。だからカウンターブロー込みだったらこいつら結構ダメージ入る気がする。よしいいよ、まずはスライディングダブルでかけるか、いやカウンターブローだな、カウンターブローつけて、はいスライディングかけますからの攻撃。これ待ってダブルでいけるから、オッケートリプルでいけるな。じゃあトリプル攻撃メガパンチャーからの、これね相手が攻撃返してくるからカウンターブローがもう一回入るのよ。これ倒したっしょ、待てはい攻撃返してくるよな、返してくるんだったら、うわウィンド、ちょっと待ってウィンド効いてね。うわウィンドでさこれ、ちょ待ってラビッツマリオが、くっそこれカウンターブロー返せるの、うわ返せる、ナイス。あただ倒せないか、えもう一発違うよね、うーわやらかした。待てよ待てよ、これで正面出れるな、これ正面出てスライディングとトリプルアーチで倒せるんだったらいい、あ倒せるんじゃね、スライディングからのきたー、トリプルアーチでなんとかセーブ激変クライマックス決めることができました。いや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 、ちょっと危なかったぞ今のも、なんかうまくカウンターブローとかハマったからよかったけど、
レイマンがほぼ何もしてねえな。まあ最初の一体、ロケットでフィールド外ダメージ大量に与えてくれたからいいとしましょうか。今回は結構メーター上がんじゃないか。これ本編だからさ、サブクエストじゃないよ。はい、メーターがうわっと3個上がった、4個上がった、最低だったレビューでの評価がちょっとだけマシになったぞ。いい感じだ。なんかあれだな、言うても最低の範囲ではあるな。まあまあまあ、3つランプがあるうちのね、1つはついたということで、まあ全体のなんだバトルの数もなんとなくこれからわかるし、いいシステムではあんのかということで、はい、終わりましたよ。ただ後ろのメモリーとかがまだ取れてないんすよ。ファントムさん、それ取らせてください。これは素晴らしい。魚投げ生中継まで視聴率が伸びておる。魚投げ生中継、あれか、なんか魚集めてみたいに言ってたミニゲームあったよね、本編でね。あれのこと言ってんのかな、わかんねえけど。こりゃ俺が主役のスピンオフが出るのも近いな。ついでに主演料ももらえるんじゃないか。おお、もちろんすぐにでも作らせよう。だがショーについては5本、もう少し実績を作ってからでないとな。こいつさ、敵なんか敵とも見えるし味方とも見えるし、ファントムってどうなってるんだろう本作では。まあ前作だったらがっつり敵だったけど、はい、西部劇の撮影メインクエスト自体はクリアできましたが、ファントムは僕のこと何か言ってた。100回目のエピソードを祝うパーティーでは仲良くなれたと思ってたんだけど。100回目のエピソードを祝うパーティー、なんかアメリカンジョークでわかんねえんだよな基本。今回は批評家にもパッとしないとかつまんないなんて言わせないぞ。本当だよ。うわ、誰かいる。あんたいたな。なんかこいつ知ってるぞ。なんかいたよね君たち。君らがめちゃくちゃなアドリブばっかするから4時間かけて練習した振り付けが無駄になっちゃったよ。なんかさ、ほうきで吐いてるやつらっていたよな。君の仕事は終わりかもしれないけど、こっちはセットを片付けてから一晩かけて映像を編集しなきゃいけないんだ。あれ気のせいか。なんかさ、クッパと会ったさ、森みたいなステージ、ウッドローがいたところか、あの辺でいなかったか、こういう畑のやつらって。うわっ、待って、魚投げ選手権あるじゃん。魚投げここでもやらせる感じ。君は強そうだね。ちょっとその拳を使ってみない。はい、例のミニゲームですか、懐かしいね。うよー、スペースオペラスタジオの新名物ボードパンチコンテストへようこそ。あ、魚投げじゃないんだ。これってそう、魚投げの人だよねこれ、本編にいた。そう、みんなに見られるのもちょっと嫌だけども、今回は違うっぽいね。パンチ一つでボードをぶち抜く姿、思わず立ち上がる観客、とどろく歓声、ほらやってみたくなってきただろう。今なら1回たったの20コイン金取るんかい。うまくいけば宇宙一の人気者だ。挑戦してみたくなっただろう。答えは運かな、運かな。あ、あったなそんなの。じゃあやらせてください。とりあえずそうこなくっちゃ、よくコースを観察するのがコツさ。タイミングを見計らってパンチだ。それは分かったけど、多分時間制限とかあるんじゃない。コースから離れすぎると失格になるぞ。コインは戻ってこないから気をつけてくれ。さあ、ボードパンチコンテストの時間だ。良い子はお家で真似すんなよ。ということで、まあ懐かしのキャラクターのミニゲームやっていきましょうか。ちょっと時間制限とかが気になるな。パンチした悪役、ちょっと待って、とりあえず行くよ。はい、ここでパンチ、ちょっと待って待って待って、あ、やっぱ時間制限あるわ。ちょっと待って、最初でこんなミスってたらシャレになんないよ。あー、手前にもあったな。落ち着け落ち着け落ち着け。はい、ここパン、ちょっと待って、はい、パンチ、オッケー、いよいよ。あ、待って、これ何回でもいけんの。何回でもいける、パンチ。あ、何回で、ちょっと待って、あ、そういうこと、そういうことだ多分。あー、なんだ、移動する、それ先に言ってくんねえかな。うーわ、やらかした。え、ちょっと待って、終わったんだけど。あ、これまでってこと。もうなんだそのシステム、よくわかんないシステム言わないで。ここで、はい、パン、待って、パン、やべ、やらかした。うー、まあまあまあ、前進むしかない、前進むしかないわ。で、ここで、はい、パンチ、いよ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 。はい、で、ここジャンプからのパンチ、ちょっと待って、オッケー、ナイス。で、ここ降りて、走れ走れ走れ、こっちもあるっしょ。こっちないんだ、それ先言ってほしかったな。11、ちょっと待って、だとしたらあとあれだけじゃね、そのボードだけじゃね。待って、あのボードだけだったらなんとかなるわ。ここで、はい、ジャンプして、それで終わりなんじゃないの。いけ、よし、ナイス。14、まだあんのかな。とりあえず12個、とりあえず12個やったけど、もうなさそうだったよ。チャレンジクリア、チャレンジクリアって何。
どういう判定？おめでとう、チャレンジクリアだ。記録更新には届かなかったけどさ、今回のスコアは銀メダルってとこだな。え、これどうな、あ、でもクリアしてるな。銀メダルでも一応賞金は出るぜ。調子に乗って使うのはおすすめしないけどな。腕が消えちゃうくらいトレーニングすればいつかは金メダルも夢じゃないかもな。腕はもう消えてるんだわ、レイマンは。ということで、よし、クリア判定だよね。スペースオペラスタジオからの招待プラネットコインゲットと。OK、 じゃあもう別にいいんだわ、 MK さんは。多分最高記録を出せば金メダルって言ってもらえるんだけど、まあ言ってもらったところでプラネットコインはもらえないんで。あっ、なんかあるよ。うーわ、それはこれクリア前は気づかんわ。あー、これは気づかんわ。たまにある ZL だ。はいはいはい、これでメモリーのとこまでいけんのね。はい、なんとかこれでメモリーも回収と。ちなみに何のメモリーですか？ウエスタンの撮影セット。ほう、これでもう終わりかな、ここは。どうなんだろう。あ、だ、今ぶつかってしまいましたが、あとは気になる仕掛けとかはなさそうだったけど、あ、あるんだわ、四角。その四角ブロックやんなきゃいけない。待てよ、それも ZL なのか。なんかさ、その鍵の輪っかみたいなのも気になるな。こっちに来たところで何もないよね。そりゃ分からんわ。よう言ったわ今。はい、 ZR でした。これでプラネットコインもう一つ手に入るかと思います。いや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 、なんか ZL とか ZR がさ、本当に意味わかんないとこで使えって言ってくるから困るんだよね。全部 ZL 使いながら動いて、怪しいところに全部 ZR しないといけないし、さっきは怪しいとも思ってなかったし、適当に連打してたら言ったし。はい、悪役ボードのお宝ゲットできました。で、その鍵なんだよ、それ絶対なんかあるんだよな。待てよ、その鍵どうすんの？っていうかさ、上にストンパレットなんかあるね。あそこに武器のさ、スキンがあるわ。え、どうやっていくのそれ。この辺でしょ、どうせ。ほらー。またわかんないこと言う。そういうのは言ってほしいんだよ、もうちょっとわかりやすく。で、はい、毛だ、お、クエスト発生、毛だかいくつ。これ何？え？セーブ劇セットブルーキーチャレンジ。鍵の部品をすべて集めよう。なんだ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 。今のは何？セーブ劇セットブルーキーチャレンジ。鍵の部品をすべて集めよう。何を言ってんの？これは何？どういう？違う。え？鍵の部品って何？下になんかあんの？あったあった。そういうことね。そういうことね。あ、時間制限ある？これもしかして？あ、何それ？そこどうやって取んの？え？これ落ちながら取るしかないの？え？それ落ちながら取るしかなくない？はい。おーおお。うわー、制限時間あるわ。あ、違う。レイマンのパンチだ。そういうことか。いやー、もう。初見じゃわかんない。それ赤コインと緑コインね。それマリオ、マリオにあるシステムのやつだったらわかるけど、マリオっぽいさ、これ赤コインなんだよ結局やってることは。マリオ赤コインって言われれば、あれをくぐった後集めるってのが本能的に MK さんはわかるけど、これ鍵チャレンジって言われてもピンとこないから。はい、ということで、まあなんか、まあいいけどね。はい、これで全部取れましたと。 OK、 これブルーキーを、あ、なるほど、これが手に入んのか。はい、セーブ劇セットブルーキーチャレンジでプラネットコインゲット。じゃあ、あとはもうそこのあれか、ストンパレッテを倒すだけか。にしても結構強そうだな。上登るよ。で、こいつレベル9。やるしかないよな。はい、じゃあスライディングでこちら先制攻撃していく。まあ先制攻撃したところで相手にダメージが入るわけではないんですけども。よーし、じゃあ次回ですね。次回こちらストーンパレッテの、何かしらのミッションクリアしていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。気高い靴、生き残れか。まあまあまあ、なんとかなるでしょう。